はい、こんにちは、飯島明です。さあ、あなたも神様のエネルギーを浴びて幸せになりましょう。ということで、今回は崇徳天皇のお力で上級編、呪いを払い倍返し。ということで、崇徳天皇は第75代天皇でしたが、平安時代末期の1156年、保元元年に貴族の内部抗争である保元の乱で後白河天皇に敗れ、讃岐に流されました。それで日本三大怨霊の一人となったわけですね。ご利益は男女の縁、病気、酒、タバコ、賭け事など全ての悪縁を切ります。さあ、それでは崇徳天皇のお力で上級編、呪いを払い倍返し。
終わりました。いやー、すっきりしましたね。なんだかんだ結構呪われてるっていうことですね。さあ、それではまたあなたとお会いしましょう。